どうもミスタードライですけどね、今回はですねこちらでございます。はい、こちらですね、アニバーサリー第2弾ですね、こちらの方がやってきましたんで、早速ねこのガチャの無料10連と、選手の解説と、そしてね60連の方を回していきたいと思います。今回はですねちょっとねアニバーサリーの動画もあるんですけれども、その他にもですね、はい、このね6周年大抽選会ですね、こちらの結果発表と、さらにですね、ダルビッシュさんのねダルビッシュセレクションのヒントの方をね、僕が中日担当をね、任されることになりました。任されることになったというかね、僕がダルビッシュさんから中日の選手のヒントをね教えていただいて、それをね皆さんに後日ヒント動画としてね出すことが決まりましたんで、報告させていただきます。皆さん本当にありがとうございます。僕はねちょっともうダルビッシュさんにね、もう本当に今いろいろとね、今回のことに限らずですね、ちょっとダルビッシュさんにいろいろとね本当に感謝しなきゃいけないことがねもうたくさんあるんで、本当にねもう神みたいなね存在なんですけれども、まあ、今回はちょっとねもうアニバーサリー第2弾の動画を撮っていきたいと思います。まずはですね大抽選会の結果発表から見ていきましょう。はい、まずね27票をね、B 賞に入れました。そして D 賞に10票ですね。そして F 賞に5枚、 G 賞に11枚ですね。こんだけね B 賞にちょっとね入れたんで、マジでねアニバーサリー第1弾の選手が欲しすぎるんで、ここに結構今回ね力込めたんで、お願いします本当に。さあ、ということでね、結果発表を見ていきましょう。本当にお願いします。頼む B 賞お願い、ほんまに頼む。ああ。まあそんなもんよね。しかも D 賞も外れるという、 F 賞1枚と G 賞3枚か。49票外れ。はい、皆さんはねコメント欄で何が当たったかね教えてください。ということで切り替えてアニバーサリー見ていきましょう。それではちょっとね気を取り直しまして、12球団のね選手の紹介の方していきたいと思います。まずはソフトバンク柳田悠岐さんですね。ミパ A 同値のオール A アーティスト、センター適正 B ですね。間違いなく今までの柳田さんで一番強いと思います。はい、もう文句なしですね。写真もかっこいいですし、守備適正も B あってね、超アーチ降格ということで、もう無敵ですね。超絶大当たりです。続きましてロッテ藤原さんでございますね。藤原さんね、アニバーサリーで能力プラス1になったことによって、デフォルトからね総力が A 乗っていますと、パワー B もねすぐ乗りますね。センターの適正はねちょっとあんまり高くないんですけれどもね、降格とチャンス持ってるんですよね。なんで結構打ちやすいです。ロッテ純正の方とかはねもう絶対必須だと思いますし、12球団の方もね藤原選手打ちやすいんで、全然悪い選手ではないと思います。続きまして西武殿崎さんでございますね。殿崎さんはですねこれね総力がプラス1で A、 そしてねパワーもねプラス2で A まで乗ってくれるんですよね。これかなりいいですね。ミートもプラス1で見栄えが良くなりますと。そしてねセカンド適正 A ですね。僕前ね選択契約書で誰を取ればいいかっていうね動画出したと思うんですけれども、その中の一人にね殿崎さん実は入れてるんですよね。セカンドの適性がやっぱりね A あって、こんだけ打力あるのはねやっぱ殿崎さんに限られてくるんで、ほんと僕ね殿崎さんも欲しいんですよ。はい、広角打法もありますし打ちやすいんで、今回の狙いの一人として挙げています。続きまして楽天松井裕樹さんですね。松井裕樹さんね、まあ去年まではねツーシームフォークがあったんですけれども、今回からね新しくね縦のスライダーとスラーブとかね、こういう風な球種に変わりましたね。普通にこっちもね結構強いです。大会ルールやったらね普通に猛者の方はツーシームフォークよりねこっちの方が強いっていう意見もまあ結構バラバラなんですけれども、こちらの松井さんかなり強いらしいんで、僕もね今回当たったら継承しようかなと思っています。限界突破3までしたらね先発適正もありますし、タイピンチあるんですよね。これがマジで大きいですね。前までの松井さんにタイピンチがなかったし、このねスラーブとか縦スラのねコンビネーション使えるのって本当に限られてくるんで、これ結構ね松井さん当たりだと思います。続いて日本ハム伊藤博美さんですね。こちらの方はですね球威がプラス1で球威 A 乗りますと。そしてね球種もねかなり多くてね、リーグではねかなり強い選手でございます。まあリアタイ的にはねまだまだなんですけれども、今後ねリアタイでも強くなってくる可能性もありますんで、伊藤博美さんもね普通に当たりだと思います。続きましてオリックスバファローズ山本由伸さんですね。まずは一言、オリックスさん優勝おめでとうございます。もう優勝に欠かせない投手といったらもうこの山本由伸さんですよ。山本由伸さんがねもう今年のパリーグをねもう支配していたようなもんなんで、はい、球威スタミナね A 同値でございます。そしてですね球種もね B 球種以上がねかなり増えててめっちゃ強なってるんですけど、残念ながらねツーシームがね E になっちゃってるんですよね。前まで D で、もうその前までは C だったんですよ。 C から E まで落ちちゃってるんで、まあ、リアタイ的に言ったらね正直ね前の方が強いんですけれども、普通に写真もめちゃめちゃかっこいいし普通に欲しいですね。
続きまして、ジャイアンツ岡本和真さんでございます。サードの適性 B ありますね。そしてパワー A、 素晴らしいですね。普通にめっちゃ強いんですよ。浦瀬でも捕球スローイング B ありますし、めちゃめちゃ強いんですけど、やっぱりサードってね、落合博満さんとか中村のりさんとか掛布さん、村上さんと結構広角アーチの選手が多いんで、やっぱ影にはちょっと薄れちゃうんですけれども、本当にねバランスの取れた素晴らしく強い選手なんで、岡本さんもねかなり当たりだと思います。続きまして、阪神タイガース藤波さんですね。まず写真が超かっこいいですね。アニバーサリー第2弾の中でね、僕的には 1,2 番目にかっこいいんじゃないかなと思っています。球威もね A 乗りますし、そして球種ですね、162キロ、そしてカットボール、スプリット、ツーシーム、スライダーと、まあ、球種自体はそんな多くないんですけれども、全部リアタイ向けの球種なんですよね。スプリット、ツーシームがかなり強いんですけれども、まっすぐねこれ多分動かない方だと思いますね。はい、カットスライダーも結構使えますんで、リアタイ向けの投手ですね。続きまして、我らがドラゴンズ大野雄大さんでございますね。はい、こちらの方がね、写真一番かっこいいです。はい、マジで渋いですね。リアタイ界ではね、昔まではめっちゃ強かったんですけど、ツーシームが残念ながらね横シームになっちゃってるんで、リアタイではね正直あんまり強くないですけれども、もうリーグでは最強クラスの投手でございます。B 級種以上も3つありますし、球種もね5個あるんで全然当たりですね。てかもう僕はリーグオーダーとしてね本当に使いたいんで、大野雄大さん本当に欲しいです。続きまして、横浜オースティンさんですね。こちらの方もねミパ A 同値可能で、ミート A もねかなり乗りやすくなりましたと。ただしですね、この広角打法ですね、これ第3特殊能力にね前まで広角打法あったんですけれども、そちらの方がね選抜に変わっちゃってるんで、正直通常私立の方がね強いですよね。まあ、ただ写真もめっちゃかっこいいし、普通に僕はね当たったらね嬉しいですね。使おうかなと思っています。続きまして、広島東洋カープ鈴木誠也さんでございますね。こちらの方めちゃめちゃ能力強くて、普通に強いんですけど、来年からねメジャー挑戦ということでね、鈴木誠也さんぜひ頑張ってください。守備もね特殊で B 乗るし、普通に強いんですけど、やっぱり外野の中ではね広角打法がなくてアーティストじゃないっていうだけでね、だいぶ評価が下がっちゃうんですよ。実は結構強い選手ではあるんですけれども、リア大会ではね正直あまり評価が高くないのがね不思議な鈴木誠也さんでございます。ただ写真超かっこいいっす。続きまして、ヤクルトスワローズ奥川さんですね。ヤクルトスワローズさん優勝おめでとうございます。もうヤクルトの優勝にもね大きく貢献したと言えるねこの奥川さんなんですけれども、まずですね B 級種以上がないのがねちょっと残念ですね。はい、ストレートぐらい B やってもいいんじゃないかなと思ったんですけれども、まあ球種も多いですし、まあリア大でもねそんなに弱くないんですよ。はい、結構うまいこと配球したら強いんで、まあ今後に期待という意味でもねいいんじゃないでしょうか。はい、ということでね今回12名選手紹介していったんですけれども、狙いの方はですね柳田悠岐さん、殿崎修太さん、松井裕樹さん、そして大野雄大さんですね。この4名を狙っていきたいと思います。なんでこのね無料アニバーサリープレゼントスカウトですね、こちらが超大事になってくるんですよ。前はねちょっと新イベントで結構累計まで時間かかったんで、アニバーサリーのガチャ引くのもね皆さん時間かかったと思うんですけれども、もう無料で引けるんですから、早速ね大野雄大さん救っちゃいましょうよということで、まずこの無料で神引きします。お願いします。さあ幸子出た瞬間、大野雄大さん確定です。お願いします。お願いします。お願いします。来ました。ちょ待ってくれ、これほんまに見ましたか、これがミスタードライですよ。まあこりゃあねダルビッシュさんのねヒントも僕になるわけですよね。もうドラゴンズ愛が溢れてるということです。ちょっと謙虚じゃなくて申し訳ないんですけども、もうこれがドライですよ。はい、皆さん見ててください。これがねもう中日ドラゴンズを愛する代表です。はい、あー打たんのかい、ここはしっかりと。さあ、いや頼むよ、これで途中までに中日のエスナック来たら笑うけどな。いやーもう大野さん引いた時点でもう俺のこのアニバーサリー第2弾の勝利は確信しました。おおびっくりした、今中日のエス出るかと思った。さあということでね、皆さん本当にありがとうございます。大野雄大さんいただきます。よし、 OK、 もう神、マジで神やわ、もう最高、ほんまにめっちゃかっこいいわ、ほんまに。大野さん、ありがとうございます。いやー、もうこれは神様がね、僕に味方してるんじゃないでしょうか。今日は素晴らしくハッピーな日ですね。さあ、ということでね、ちょっともうね、自チーム絶対間違えないように、先にソフトバンクに帰ってきました。はい、ということで、60年回していきましょうか。これで30年目で柳田さん出たら、ちょっと迷うね、次誰取るか。もう30年目でもしね、出ちゃったら、
正直ね、もう回さなくてもいいかなと思ってるぐらいなんですよ。ここで大野さん取れたの、ほんまにね、めちゃくちゃでかいっすね。はい、来ました。もう神ですよ、これ。今日の動画はとんでもない動画になりそうですね。ここでね、アニバーサリー 50% しっかり引いていければ、もう、神です。もう今日神しか言ってないですね。さあ、しっかり 50% 引いていきましょう。アニバーサリー結構ね、コナミさん文句言われているんで、ここで引いてあげてください。はい！はい！はい。しかもシリーズ1。はい。もう何も言わないです。いやー、アニバの A ランクも全然出やんやん。さあ、ラスト。おー、伊藤博美さん、ありがとうございます。まあまあ、これは置いときましょうかね。あざす。いやー、せっかく S ランク引いたのにな。マジか、50% の壁って結構熱いんすね。さあ、もう、そんなことはね、どうでもよくて。もう一回 S ランク引いたらいい話っすよ。さあ、行きましょう。さあ、今日はなんかついてる気がするんで、30連目で柳田さん出そうな気もするんすよね。さあ、打って。ああ、ないか。笑っちゃっていいよ、全然。まあ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 。まあ一回調子くんも休むなね。はい、山本由伸さん、ありがとうございます。めちゃくちゃでかい。これで限界突破が4かな ?3 かな。さあ、柳田さんの A ランクも求めて僕は走っているんで、これイベントで A ランクあるんかな、ちょっと後で見よう。ああ、大瀬良さん、ラスト。ああ、影谷さん。今確認してきたんですけどね、俺の球場飯にアニバの A なかったっすね。マジか。これ柳田さん、俺限界突破まだ1なんよね。どうしようかな。さあ、ここでサチコ出たらね、柳田さん確定です。まあ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 。大野さんの被りはやめようね。あの、伏線回収じゃないけど、フラグ回収か。伏線回収って言ったらなんか進撃の巨人みたいになってるけど。さあ、ここで被りはほんまになれるからやめようね。まあ正直被っても大野雄大さんのね、実は限界突破欲しいんで嬉しいんですけどね。お願いします。ただ、アニバで限界突破っていうのはね、結構ファンキーな気がするんで、ちょっと嫌なんすよ。はい、木野拓さん。さあ、2枚引きはなさそうかな。さあ、ということでね、最初の1人目確定です。お願いします。だー、伊藤博美さん、ありがとうございます。まあ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 、さっき A ランクも出ましたんで、うん、ちょっと使い道迷うな。ちょっとリア台でも使ってみようかな。うん、普通に強いんでね。はい、ありがとうございます。ということでね、もう60連目まで行くことが確定いたしましたんで、しっかりとね、柳田さん迎えに行きたいと思います。レッツゴーからの、はい、来ました。白じゃなくてまさかのレインボー、ありがとうございます。いやー、今日これ、えぐいな。ここ 50% よ。これは引こう。確率的にここ引かなおかしいから。マジでここは引こう、ほんまに。頼む。マジで頼む。頼む、50%。アニバ引いたら許すから、誰でも。誰でもいいからアニバ出して。ここはなんでやねん。しかもなんでシリーズ1やねん、いつも。なんでやねん。ラスト 50% ってこんな厳しいんすかね。まあ、しかもね、まあ、僕、そのクレイさんとかビップさんが怒ってんのは100連目以降の話であって、まあ僕は全然60連以内なんで何も文句言うギリないんすけど、 50% って結構厳しいね。うん。さあ、もう一回 S ランクの演出見たいけどな。調子くん頑張って、頑張れ。諦めんな、諦めんな、笑え。まあまあまあ。さあ、 A ランク止まって、柳田さんと山本由伸さんの A ランクマジでおらんのよ。このままやったら限界突破コーチ全部柳田さんにぶち込まなあかんから頼むわ。岡本さん、実質アニバ、あざす。オッケーオッケーオッケー、全然オッケー。しっかりと柳田さん迎えに行きたいと思います。お願いします。さあ、せっかくなんでね、2枚引きしましょう。さあ、レインボー、ここでレインボー。うわー、マジか。いやー、でもね、大野さんと柳田さん救えたんはもう最高っすよ。正直アニバーサリー2弾マジで大満足でしたね。ということで、世界の柳田悠岐さん、いただきます。はい、ありがとうございます。もうこちらの方はね、重宝させていただきますよ。ありがとうございます。本当に神です。
はい、ということでね、今回アニバーサリー第2弾無料とね、60連回していったんですけど、神引きでしたね。もう完全なる神引きでございます。ダルビッシュさんのね、セレクションのヒント動画の方はね、また後日出しますんで、ちょっとだけ待ってくださいね。詳しい日にちとかもね、ちょっとまだ言えない状況なんで、よろしくお願いします。でもね、すごく楽しみですよね。それでは最後までご視聴いただいてありがとうございました。